ボールですね。危ないのはね、今のは肩口から来ました ね、 ね。このバッターボックスの田中なんですが、先日の練習で右手親指にボールをぶつけてしまいまして、出場も危ぶまれたんですが、準決勝でホームランを放ちました。力投を続けるこちらは背番号10の三森、甲府工業。これはうわ、ちょっとこれは痛そうですね。いや、ボール今どこへ飛びましたかね。一塁ベンチ方向に転がっています。今キャッチャーが拾いました。大丈夫かな。右腕ですね、ちょっと打ちに行った時の右腕でしょうか。あ、腕ですね。いや、あれがね、はい、真下に落ちたら危ないんですよ。そうですね、はい、結局骨で吸収 し、 しますから ね、 ね、ボールをね、まあ、跳ねたということは。あ、左腕ですね、はい、ご覧のように右の親指にもテーピングをぐるぐると巻いて止めてあるんですけども。あ、これは臨時代走を使います ね、 すね。高校野球での特別なルールです。選手が怪我をしてしまった場合、この治療の間、次に一番遠い打順の選手、つまり6番の田中ですから、5番の町田が代わりにランナーになることができます。前田さん、はい、今デッドボールを受けたその田中なんですがね、右の腕ですね。腕ですね、腕にどうやら打球が当たった、はい、ピッチャーの球が当たったようですね。バントした、キャッチャーがカバーする。二塁へ無理、一塁へて送球されます。ツーアウトでランナーを二塁に送ってきました。これは篠原さんがおっしゃっていた、ツーアウトにしてでも二塁にランナーを送る、はい、これ、ね、非常に後半になればね、はい、大事なんですよね。ちょっとね、4回から膠着状態続いてるんで、こういったところ、ツーアウトでもこういったケースを作って、これはキャプテンの清水が出てきました。清水が何かを、お、主審の岡上さんにまたランナーを変えてもいいんですかというふうな、どうなんでしょうね。いや、バントしましたので、ね、つまり町田ではなく一番遠い選手に変えたいのか、それとも田中に戻したいのか。いやいや、うん、あ、町田をダイソーを送るんですね。あ、臨時ダイソーにダイソーを送ってもいいのかというような話かもしれません。ね、ここでピンチヒッターのピンチランナーの宮地が入ります。ある意味では勝負をかけてきました。だからこのね、ツーアウトセカンドっていうのがね、村中監督非常にここかけてると思うんですよね。つまりこれは臨時代走ではありません、はい、田中に変えて、もともとのデッドボールで出塁したのは田中ですので、はい、田中に変えて。そうですよね、だから田中君の怪我がどの程度なのかちょっとねこちらから分かんないんで、はい、だったらばこの宮地をピンチランナーでここで使ってしまおうということですね、はい。この宮地はとにかく足が速い選手です。バッターボックスには佐野、同点のランナーが二塁、打ったが打ち上げてしまった。さあセカンドの前、ボールが落ちた落ちた、二塁ランナー三塁を蹴って回っていたところ、ボールが転送されてアウト。ちょっと足が速いばかりにオーバーランしてしまいました。チャンスを生かすことができませんでした。6回は終了しました。決勝戦2対1甲府工業リードは変わりません。さて、先ほど場内アナウンスでも確か田中に代わって宮地というコールがあったんですが、そうではありませんでした。デッドボールの田中がファーストの守備に入りました。そしてでは宮地は町田に代わって入ったということなんでしょうか。今戻されています。
町田に代わって先ほどの宮地がピンチランナー。そしてその宮地がそのままセンターのポジションに入りましたかね。はい、これまでのパターンとしてはセンターに宮地が入って古谷がレフトに入るという形がありました。失礼いたしました。レフトの町田君に帰りまして、先ほど腕にデッドボールを受けました。宮地君が入り、センターの古谷君がレフトに入ります。そうですね、うん、町田君が退いたという形になるんですね。はい、要するにちょっとややこしくなってしまったのは、田中がデッドボールを受けました、はい、で臨時代走という高校野球特有のルールがありまして、で田中の次に打順が遠い選手、つまり田中の前のバッターですね。そうですね、ランナーそのランバッター者がランナーに出ている場合はダメですが、それ以外で一番遠いということで、町田がランナー特別代走ということになりました。宮地君が町田君の代わりにピンチ代走の代走で出ましたよね。そうなんですね。それは、アンパイアに、はい、許可をもらって出てるんで、はい、ただその辺が高校だと今ね、村田君がなんか抗議に行きましたけど、でも主審は認めましたからね、はい、ピンチ代走の代走をね。まあ、ただ審判団もこういったケースはほとんど滅多にないことですから ね。ただこういったようなものをやはり場内に説明してもらいたいですよ ね、はいはい、ただこのルール自体が非常にややこしいルールですので、臨時代走に出て二塁ランナーになった時点で町田のピンチランナーとして、まあ、町田をスイッチしたわけですから。そうですよね、一番遠い選手がスイッチ、まあ、ただ打順も回ってきていないのでスイッチができるかどうかというところで揉めているということですよね、はい、これはこのまま試合が行われるようです。ファーストは先ほどデッドボールを受けた田中がそのまま戻りました。センターにピンチランナーの宮地が入ります。センターを守っていた古谷がレフトのポジションに入りました。7回の表、まあね、東海大甲府としたら田中君はね、はい、書くことは非常に大きいんで ね一発がこれから1点差ですから、魅力のある田中をなかなか外すわけにはいきません。そうですよね。打ちました、三遊間ショート回り込んで取って一塁へ送球する、アウト。まあ、この池田もエラー2つこの大会記録してる。先ほどお話しした、はい、東海大甲府の作戦が非常に難しいと、はい、いうところなんですよね。さあ、ここは足の速い宮地です。もう町田から宮地に変わっていますので、ここも作戦難しいですね。そうですね、ツーアウトにして送ってくるのか、それとも逆転を一気に狙ってくるのか。8回の裏、東海大甲府の攻撃です。バントの構え、バットを引いた、今日先発の5番バッターは町田でした。途中からピンチランナーのところで入っているのがこちらの背番号18番の宮地。いや、ここはね、送りバントと、はい、ラインドヒット、ヒットエンドランがね、考えられると思うんですよね、はい、ベンチに対して宮地君がどのくらいの信頼があるかということなんですけどね。キャッチャーが取って一塁へ送球する、ツーアウトでランナーを送ってきました。ツーアウトランナーが二塁、バッターボックスには田中、こういうところで回ってくるバッターなんですかね、この田中は。そうですね、念入り足といいますかね。同点のランナーがセカンドにいます。準決勝でホームランを打っているバッターが右バッターボックス。そしてマウンドには甲府工業のエース水野隼人。タイムがかかりました。
主審の審判団全員が呼ばれました。これは何があったでしょうか。ちょっとこの場所じゃ分かりませんね。珍しいケースであることは間違いありません。審判室今全員入りましたね。はい、グラウンド上に審判は誰一人いなくなりました。そして何やら話し合いが行われておりますが、全く分かりませんね。これね、何か接触プレーがあったわけでもありませんし、はい、村中監督もどういうことかなという表情を見せるしかありません。前田さん、はい、一塁側あの審判団の隣に私いるんですが、はい、ちょっとですねどういう話をしているのかまだわからないんですが、それでもちょっと難しい表情を皆さんしていますね。分かり次第お伝えします。ちょっと難しい話を必要とするとするならば、ね、先ほどの臨時代走以外はないんですが、でももうそれは済んでますからね。済んだことですからね、はい、お待ちください。いやーこういったケース初めてですね。場内アナウンスも詳しいことは言いませんでした。そうですよね、なんでしょうかね。小瀬球場の皆さんも何があったんだろうというような表情で、ただただ試合の再開を待つばかりです。まあ、先ほどの臨時代走に関して田中の交代についてなのかもしれませんが、もうそんなことですからね。そうですよね。それで今田中君のバッター、はい、今ですよ。今考えられるとしたら、はい、そのことですね。今まで気がつかなかったのか、はい、田中が残っていたことに関して、はいはいはい、でも先ほど、デッドボールがあったのがここですね。6回ですもんね、はいはい、6回から今までもちろん審判は気づいていましたからね、はい、何があったのか。前田さん、はい、まだちょっとどういう話をしているのかわからないんですが、前のバッター宮地の時にですね、はい、一度あのタイムタイムとあのこの高野連の方が言っていたんですよね、はい、でそれでちょっとなかなかタイムがかけられない状態になりまして、そしてこの今のバッター田中の時に高野連の方が出ていきまして、それでタイムがかかりました。まだちょっと話の内容は分かりません。高野連の先生方がまだその宮地、はい、田中に代わが残っていたことに気がついていなかったということは考えられますね。はい、そうですね、あの宮地の時に早い段階でタイムタイムとこちらでは言っていたんですが、それがなかなかあのこのスタンドの応援で聞こえませんで、そうですね、そのプレーが続行していたんですが、はい、もう少し時間が競技かかるようです、はい、そして審判がいなくなりましたので、この状況をどう把握しているのか分かりませんが、一番の発端と言いますかね、はい、ピンチダイソーにダイソーですね。そうですね、その辺の競技をしてるんじゃないかなと。でもこれもねもう、アンパイアを通じてもう許可をもらってますからね。もう許可もらって終わってることなんですよね、はい、前田さん、はい、まだわからないんですが、あのちょっと我々にも後で放送するからちょっと待ってというふうに今伝えられたところです。そしてこの間に内野陣が甲府工業を集まったんですが、これはタイム1回に数えられるのかどうかも審判がいませんから。そうですよね、現在高校野球では守備の時3回のタイムを取ることができます。ピッチャーとキャッチャー、つまりマウンド上に2人集まるまではいいんですが、それ以上の選手が集まることは9イニングの間では3回しか許されておりません。ですのでその辺の数も今審判が見てたかどうかも分かりませんから。そうですよね、いやなんか難しいんですねこれね。私も初めての経験ですね。そうですね、まあ、我々の頃はピンチダイソーってありませんでしたからね。あ、なるほどなるほど、はいはい、まあ、いろんなことがあってできたルールでしょうからね。そうですよね、怪我人が出た場合にすぐに治療をしようという配慮だと思われます。さあこの試合を振り返ってまいりましょう。1回の表でした、まあ、1回の表まずは先制パンチを食らわしたという形になりましたが、3番前田さん、はい、一塁側ベンチ、審判団の隣にいるんですが、ちょっとですねまだ何を話しているのかわからないんですが、今までの状況を整理しますと、
アンパイアの方、そして高野連の関係者など合わせまして大体15人ぐらいがこちらの審判団の控室に入っております。で、中をちょっと覗いてみますとですね、内容はわからないんですが、主審の香上さんが高野連の関係者の方と話をしている模様です。他の主審の審判の方はその話には入っていないんですが、主審の香上さんだけが高野連の方々と今話をしている状況です。ただ篠原さん、はい、私たちの放送席の方にもですね、大きな声でお客さんの方から早くしてくれよという声が聞こえますもんね。そうなんですよね。だからやはり事情を説明する方がいいと思いますし、そうですよね、今しばらくお待ちくださいというアナウンスも、はい、もう少し流れてもいいような気がします。はい、例えばね、何について協議しているので、はい、今しばらくお待ちくださいと、そうなんですね、いうふうなアナウンスがあっていいと思うんですよね。あと今ようやく甲府工業の選手たちがダッグアウトに引き上げますが、引き上げていいよとか、あとは素振りしていいよ、キャッチボールしていいよっていうことを言ってあげないと、うん、そうなんですよね、子供たちわからないですからね。やはりこの炎天下でね、はい、いやそれにしてもちょっとわかんないですね。そしてグラウンドは空っぽになったわけですから、当然説明は必要ではないでしょうか。そうですよね。放送席解説は篠原はじめさんです。いや、こういった状況篠原さん、いやいや初めてですよね。今までこうやって中継をしている間に、はい、氷が降ったりですとか、はい、そういった中継が中断してしまったということはあったんですけども、おそらくだから、はい、ピンチダイソーの剣しかないですよ ね、ピンチダイソーのダイソー、はい、ということしか考えられませんけどね。が、まあ、2対1、1点を追いかける東海大甲府ということになります。前田さん、まもなくアンパイアの方出てまいります、はい、放送があるようです。1点を追いかける東海大甲府にとってこのインターバルというのがどのようになるのか、ようやく審判の方々が出ていらっしゃいました。さあ、主審の香上さんが場内へのアナウンスがあります。ちょっと聞いてみましょう。ちょっとマイクの調子が悪いようですね。第86回全国高校野球選手権山梨大会の決勝戦、甲府工業対東海大甲府の試合、8回の裏まで進んだところで審判団がタイムをかけました。何かちょっと詳しいことは分かりませんが、競技が行われました。そして今ようやく一旦引き上げた甲府工業のラインたちが守備に散りました。そして東海大甲府の攻撃も今始まろうというところです。バッターボックスには6番の田中が入ろうというところ。ツーアウトでランナーが2塁です。さあ聞きましょう。先ほどですね、臨時代走の代わりにもう一度臨時代走が出ました。そのルールにつきまして、私ども間違いを起こしておりまして、臨時代走のですね、臨時代走の場合は初めに臨時代走を出した選手を交代しなければいけないというルールがありまして、それを怠りましたので、この度バッターへ立っております田中君をですね退きまして、初めに打順に立っておりました田中君の後の打者池田君から試合を再開させていただきます。どういうことでしょう。いや、わからないですね、はい、いやちょっとわからないですね。変わるって知ったら田中君に代わってピンチヒッターとか。そうなんです ねこれ田中君飛び越えて、飛び越えるということは考えられませんからね。ちょっとわからないですね。いや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 、いやでもこれは東海大甲府は素直に今和泉コーチが、ああそして田中をなだめるように、ただどうするんでしょうか。一つ飛ばしてしまうとそこが一人空いてしまうということになりますの です、ね、じゃあファーストを守っている守備は誰がいるのかと。そうなんですね、ちょっと消せないですねこれね。いやーちょっとこれはノーカウントで、しかもカウント戻ります。今ちらっと原監督も映りましたが、原監督もわからないという。いや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 、20年やってこられた原監督がわからないんですから。
何が起こったんだ。いやただ分かりませんよ、これがどちらがどういう風にこれを生かすのか、そうですね、流れがどう変わるのか全くこれから分かりませんが、ちょっとルール上は今何が起こっているのか正直私たちも分かりませんという状況です、はい、ただ一つ言えることは8回の裏ツーアウトランナーが2塁、バッターボックスに池田、ノーカウント1球目です。ストレート、マウンド上にはエースナンバー1水野です。さあ気を取り直して2球目投げた、外れてボール。池田の集中力は持続しているか。ワインドワンからの3球目、スコアブックに開いてしまった田中のマス。そのマスがこの試合にどういう影響を与えるのか。2ストライク1ボール、2アウトランナーが2塁、2塁ランナー帰れば同点。アウトコース高め、釣られません。誘いに行きましたがバットを出しませんでした。7番の池田、息を吐いて気合を入れて左バッターボックス、2対11点を追いかける攻撃。先通から5球目、インコースセンター、痛烈な当たり、右中間伸びるがライトが回り込んで掴んだ。ツーアウト二塁というチャンス生かすことができませんでした。水野守った、2対1。今ね、高校にはね風を味方にしましたね。逆風で本来ならあれね、右中間抜ける打球、抜けてますね、抜ける打球なんですよね。この風を高校のは味方にしましたね。これまで当たっていなかった池田の打球、会心の一撃だったかもしれません。そうですね、本当にねマシン当たりましたね。ただ風は、ああそうですね、そういえばそのファースト田中の守備がどうなるのか。田中はファーストの守備に入りました。いや分かりません、これを説明してませんからね。そうですよね、ただ一人飛ばして池田君から、はい、そしてノーカウントから再開しますというアナウンス、あの説明でしたね、はい、先ほど申し上げましたがスコアブックには田中の8回の打席が空欄になっています。そのようなことがどうなるのか。あー田中、村中監督も納得いかない表情ですが、これは仕方がありません。あれ岩倉君ですか。そしてあー田中が悔しそうに今三塁側のベンチに帰っていきます。何もしていません。田中はデッドボールを受け、ただデッドボールを受けただけ。しかし出場が許されません。バッターボックスに入ることは愚か、守ることも許されませんでした。2年生の田中、必死の応援が続きます。ファーストには田中に代わって背番号11岩倉が入っています。さあマウンド上佐野、ショートへ、その岩倉が抑えた。ワンアウトランナーがありません。粘る古谷、カウント2ストライク1ボール、まだ粘ります。次が7球目、誠に申し訳ありません。高校野球夏の決勝続いておりますが、まもなく番組終了となってしまいます。番組終了までお伝えできるかどうか微妙なところになっています。三振、村田が踏ん張る。
高校野球今後の日程は8月4日水曜日大阪フェスティバルホールで抽選会、6日に開会式のリハーサルが行われ、7日に阪神甲子園球場で第86回全国高等学校野球選手権夏の甲子園が開幕します。ツーアウトランナー上がりません。バッターボックス瀬口、これはスライダーでした。篠原さん、誠に申し訳ありません、時間がなくなってきてしまいました。残念ですね。はい、ぜひ小瀬球場に近い方はそうですよね、お越しください。三塁線ファルボール、意地と意地のぶつかり合い、高校球児の暑い夏まだまだ続いております。誠に残念ですが放送時間が残り20秒となってきてしまいました。放送席解説は篠原はじめさんでした。篠原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。夏の高校野球決勝戦11回の裏まで進んでいます。2対2同点です。この放送は総合建設佐藤工業株式会社、二階のタイヤ、アエラホーム、皆様の岡島、大正製薬の提供でお送りしました。夏と言いますと、まずは高校野球山梨県大会の決勝戦、先ほど終わりました。その模様をご覧ください。12回裏です。東海大甲府強さを見せました。4番中澤裕樹選手、レフト方向にタイムリーを放ち、セカンドランナーが帰ってサヨナラ勝ち、3対2で勝利を収めました。東海大甲府高校は2年連続10度目の甲子園出場を決めています。いや本当にもうテレビラジオに釘付け、本当にいい試合を見せてくれました。8月4日に抽選会が行われまして、そうですね、8月7日甲子園球場で本大会が開幕ということです。もう応援します。さあ、今日のともちゃんちのゴチは夏こそ山梨の激うま焼きそばと題してお送りいたします。山梨にもいっぱいあるんですよね。